あれ？怖くないんですか？ポンちゃん、ポンちゃん朝ですよ。何？知ってる。ポンちゃん。だってね、ずっと朝から見てるもんね。ポンちゃん。ポンちゃんおはよう。おはよう、ポンちゃん。ポンちゃん。うう。くしゃみで。びっくり。ジャン君。ジャン君、ブラシかじってんの。ジャン君、これやってほしいのね。はい。超高音、ジャン君。はい。うん。はいはい、はいはい。ジャン君。はい。ジャン君、ジャン君。はい。なんかそこいっぱいものあるね。ジャン君、ポンちゃん、節分です。鬼だらけになってるけど、これはママのいたずらみたいになっちゃってますよ。ジャン君、ポンちゃん、後で豆をまくんだってよ。マオイママさんは猫仮面、黒犬パパさんは鹿仮面で追い回すかもしれないよ。それは怖いんじゃない？さて、6時半になりました。29分だけどね、あと数十秒で、今30分になりました。今日は2月3日節分の日です。猫カフェアスタマニャーニャスタートです。小さい窓出していいかな。大丈夫だな、空きスペースあるね。ジャン君思い出動画が646番目の動画となります。どうだ、変な音がいっぱいするけど、こちらの動画はですね、ジャン君の淡い恋のお話です。なかなか先進まないねっていう可愛い動画ですよ。さて、大井さん、こんばんは。今日で36歳になりました。これからもよろしくお願いします。お誕生日ですね。そしたら歌歌いますので、聞いてくださいね。まずは、よいしょ。あら、線が。踏まれてる？ジャン君。
じゃんくん。じゃんくん。うん。あれ？怖くないんですか？鬼は外なんですけど。鬼？怖くないですか？もう一回怖かったからもう慣れたのかもよ。もう慣れたの。平気。じゃあ。これは。鬼は外。鹿は外。はまらない。あ、逃げた。にゃんこの方が怖いのかな。こっちが怖いんだ。じゃんくん、あっち向いた。逃げた。なんかやっぱ自分たちに近いものの。そうか、鹿は狩りの標的だもんね。いや、こんなジャン君にとって、いやいや、ジャン君にとってはサイズ的にはバカでかいでございます。ポンちゃんはどうでしょうか。ねえ、ポンちゃん、ポンちゃんとかジャン君にはスズメさんとかネズミさん。おお、びっくりしたね。ポンちゃん怖いね。ポンちゃんパンチ飛ぶ。あれ、映ってなかったかな。ポンちゃんはしかも怖い。ポンちゃんびっくりした顔してたね。まあ、寝起きっていうのもあったか。ごめん、寝起き襲った。あと声出してる、なんか先に声が聞こえてるか。ポンちゃん。でも怖いんだ。怖いね、怖いね。はい、失礼しました。意外と。大丈夫かポン。ちょっと待って。ポンちゃん、これはどうですか？あ、逃げてる。ポンちゃんビビってる。ポンちゃんあれかな、大きいものもちょっと怖いのかな。よいしょ。大きかったら何でも怖いのか。ジャン君。はい、鬼は外終了。